てたらしいですからね。まあでも気持ちもだいぶ入ってたんじゃないですか、戻りたいっていう、そういうのもあるんじゃないですか ね、はい、やっぱりこう病院で見る相撲は辛いでしょうから ね。さあまだ万全ではないと思いますが、今日まで3勝3敗、はい、これ面白いですね。出ました、大きな声が出ました。あれはどうなんですか、対戦してる相手としては。いや、そろそろ言うなと思っちゃうんですよ。いや本当ですよ。あ、言ったと。特徴のあるね、立ち合いですね、はい、ことゆき。さ、なかなかちょっと相手探ってますね。そうですね、お互い後からつきたいです、ね、これ本当にどっちか見ものですね。そうですよね、はい、我が行為は絶対つかないと思うんですけど、ほとゆきもつかない。これはちょっと見ものですよ。本当に睨み合って手つけない、はい、後からつきたいんですね、両方とも。そうなんですよ、まあ、あ、さっきついた、珍しい。さあ、あ、いける、じらした。やっぱり先手ついちゃったからですね。もうそこがあれじゃないですか、原因じゃないですか。でもいい加減にしないと2人とも怒られちゃうんですよね。そうですよね。ちょっと長かったですもんね。長かったです、長かった、はい、木村さんもさつかないよね。僕つかないですね、なかなか。琴勇輝やった時はつくついたんですか。はい、はい、もう、小取りすぎて